んですけど、今日はですね、こちら、圧縮機と、タンクね、そして圧縮機のプーリーが、こっち側にあるんですけど、その3点ですね、あと配管を、こちら新しく先日動画で紹介しました、メジック会さんのファイナーホース、こちら新しいね、あのスプレーガンを使いまして、色塗りの方をしていきたいと思います。一応ね、あのこのファイナーホース、実際に使ってみたところの動画も上げてなかったので、今回がその、実際に使ってみたという動画になります。はい、で一応ねタンクとか、圧縮機は綺麗に洗浄しました。でもうこの時点で組み上げてもね綺麗なんですけど、より綺麗に出荷するために、スプレーガンを使って、色塗りをして、新品同様にね仕上げていきたいなと思っております。ただね、あのクリア拭きをねあのするかどうかっていうのはちょっと時間の都合でもしかしたらあのしない可能性もあるんですけど、まあ、塗料を塗って綺麗にね艶出しをしていければなと思っております。じゃあ早速ねスプレーガンで色を塗っていきたいと思います。はい、じゃあまずねタンクの方から塗っていきたいと思います。はい、じゃあ一回ねこのまま乾かしていきたいと思います。次はタンクを立ててね、裏面とか横側もやっていきたいと思います。まあ、最初からね立てればよかったんですけど、僕ねそのままちょっと吹いちゃったんで、今ねこう一面しかちょっと濡れてない状態ですので、乾いたらねタンクを縦にして、続きをやっていきたいと思います。はい、じゃあ立てかけたので引き続きねこっちの裏面の方もやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。裏面が綺麗に塗れましたので、次はね、乾いたら向きを逆にしてね、表の方もやっていきたいと思います。はい、次はこっちの面をね、やっていきます。面の方も塗り終わりましたので、次は横ですね。横と側面を塗っていきたいと思います。はい、というわけで、1日経ってですね、塗料塗り終わりました。一応ねあのカットされてる部分もあるんですけど、はい、こちらの、ファイナーホースのガンですね、使ってみてめっちゃね粒子細かくて綺麗にね塗料塗れたなっていうのが印象でした。というわけでね初めてファイナーホース使ってみたんですけど、先ほども言ったように粒子が細かくてめっちゃね綺麗に塗装ができました。本当にね、新しく出たこちらはかなりおすすめかなと思います。自動車の塗料を塗ったり、するっていうところで目的を置いてる機械になってますので、普通のねこういうタンクとか塗っても綺麗にねかなり綺麗に仕上がることが分かりました。ぜひねこちらを愛用ねしていきたいなと思っております。で実際にね塗料を塗ったやつを近くで、まあ、見てもらいたいなと思いますので、手持ちカメラに切り替えてね、まあ、より皆さんにこの綺麗な仕上がりを見ていただけたらと思います。はい、まずこちらですね、パイプですね、これが圧縮空気がこう通ったりするパイプですね。配管パイプになっております。もうかなりね綺麗に仕上がりました。はい、で次空気タンクですね。空気タンクも見てください。光が反射して、綺麗にね輝いてるのが見えるかと思います。もうかなりね綺麗に、塗れております。まあ、ところどころねちょっとホコリとかでこうプッと空気が入ってたりするんですけど、まあそこまでねがっつりこう綺麗に磨いてっ
ていうのはやってないので、ちょっとところどころ気になるところは液だれとかねあるのかなとは思うんですけど、まあ、ここまでね綺麗に塗れてたら新品同様の綺麗さになってるんじゃないのかなと思っております。はい、で次圧縮機の方ですね。よいしょ、圧縮機も綺麗に塗れております。今ちょっとね乾かすために傾けてたんですけど、かなりね綺麗に塗れてるんじゃないのかなと思います。またねマスキングのシールとか剥いだらかなりねその綺麗さが目立つんじゃないのかなと思います。はい、で次プーリーですね。プーリーもかなり綺麗に仕上がりました。もうねよいしょ、こんな感じで元々の、羽の色、パート1から見てくれてる人は分かると思うんですけど、もうかなり汚かったプーリーがここまで綺麗に輝くことができました。灯油洗い、サビ取り、脱脂っていう感じで綺麗にねしましたので、かなりね綺麗に仕上がってるんじゃないのかなと思います。はい、というわけで、今回の動画はここまでです。パイナホースピーを、使ってみたっていうところと、今回はね、パート3の塗装工程っていう形でお送りさせていただきました。またねこちらの動画がいいと思いましたらチャンネル登録高評価一緒によろしくお願いいたします。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。